はいマリッジハンティング十二回ぐらいあま十二回ぐらいはいああまだまこんははいこんばんははいあきた婚活の母マスクラミオコさんですああこんばんはこんばんはどうもどうももう朝日が入ってるからねこんばんはにだいぶ無理がすごいすごいごうわですけどもすごオーロラがかかってますオーロラがかったんですけど本当にいや見ましたよフェイスブックの ニュース。はい、ありがとうございます。ついに告知。告知しちゃ解禁していいんですね、これ。そうなんです。五月って書いちゃったけど、五月間に合うっていう。もうね、言ったもん勝ちですからこういうのは。そうそうそう。あるよね。う目標をね立てたら、もう何をしたらいいかが見えてきますからね。ここってなったら。そうですよ。もし仮にね。もし仮に六月に後ろ倒しになっても、挑戦したっていう結果が残りますから。 月にやろううううとしてたんだそそそで結果ね間に合ったら OK ラッキーでそうなんですよまさに今日話したい内容だったんでそれがうんうぜひぜも是今日はたっぷりと40分いきましょうそれでいきましょうはいあのね女性に前回なんか最後の方で次んか女性に話したいみたいなことを言ったと思うんですけどはいはい やっぱそのビジョンを持つっていうのがめちゃくちゃ大事だなって、うん、何においても仕事でもやっぱりプライベートでもビジョンを持つっていうことがすごく大事だなってやっぱり改めて今また自分が挑戦してて思うことなんですよね。うん、やっぱ女性そこねあの将来の自分が思い描くビジョンが漠然としてると沼ってくんですよ、うん、婚活でも恋愛でも何でも、はいはい。どうなりたいのっていうね。うん そうなんですマティさんは何か目標を持ってますか僕は今ね、うん、昨日あの秋田県のこう秋田かけるスタートアップっていう、えー、スタートアップ大好きな要は単なる企業じゃなくねいろんなもう資金調達とかもう莫大なお金をこう 他かから引っっ張ててきと投資家集めてなんかでかいことやるんこスタートアップざっくりと説明しましたけど例えば今だったら小鹿の稲とあがべとか秋田だったらあの寺田社長とかですねローカルパワーのもうやってる規模がでかいですよそれはやっぱりしっかりと資金を調達する先みたいなの人たちともつながってるからできることなんだけどもその中で藤田さんっていうのはックスパッドってね復帰をこう分けるとあれ湯沢出身ですよ藤田さんって。 んでね、伊沢市新手明治大学出て今そのスタートアップもう秋田のためにいっぱい支援してるっていうえ今47か8ぐらいの方なんですけどその人がね言ってたもう強烈に僕の心の中に残ってること僕配信屋で昨日参加してたんですが「人生一回だ」ともうワクワクすることをやって。 うん、もう好きなんだっていうことをやってればもうもうもうやり続けられるよっていう音って本当そうだなって言ってで僕何がやりたいかってね、うん、あのまあ今日もね例えばちょっとこういうマイク、うん、わざわざこういうマイクとか用意するわけですよ、うん、こう,いうわざわざちょっとエコで使いすぎて頑張ってる証ちがこっちの方が音がいい <laughs> でも唯一無人じゃなないですかそんなわけ,んなわけないただ <laughs> <う>落としてだけなんで <laughs> <laughs> まあこういうですねもう,もう音をまず変えた音で世界を変えたいみたいなすごい異常なこだわりがあって、うん、で、うん、それのこう今プラットフォームを作ろうと思ってるんですよ。そこにまずこう目標を添えてですと具体的に言うとポッドキャストをもっともっと普及してって実際に番組を作って、うん、それで発信していくってことをやっていくと 決めたら、うん、ものすごいやる気出てきて。素晴らしい。障壁が多分どんどん出てくるんですよ。うんうん、いろんなこう、やめた方がいいよとか、そんな無理だよとか、もうもう予想はできてるんですけど。もうやるって決めたんで、うん、もうゴール決めたんで、そこ。うん、うんうんうん。もうもう年齢とかもう関係ない。もう健康を保っていきますから。うん、みたいな感じですね。もうもう決めた方がいい。素晴らしいです。もうまさにそうですよね。よね私も全く同じように思います。うん うんだから私がね起業した時に、うん、えーとまあ、大体の自分のビジョンも作ったんですよ。ううん、うん、うん、で何年後こうなって何年後こうなって何年後それで今ね5年前倒しで全部実現できてるんですね。早いすごいスピーディーにできてるからなのでそれがね変わってもいいんですよビジョンは。ううん、うん あなんかやってみたら違ったなって思ったら軌道修正も OK で、うん、ただもうできるところまでとことんやってみる、うん、でこう思ってたけどちょっと違ったからあじゃあこうしてった方がいいんだとかこれが必要だったんだとか、うんうん、やっぱりそこをね何だろう,こう失敗することを恐れないとかやっぱりやらないっていうことはないやっぱりやった方がいい、うん、何でも自分の心が動かされることをやった方がいいって今すごく思ってて。うん うんそうそれで今めちゃくちゃあのフェイスブックとかもストーリー上げまくってるんですけど見てますよあっ、うん、ねえ、うん、あの誰ですか、はい、あの芸能人はあ <laughs> 小芝風花ちゃん小芝風花ちゃん僕その小芝風花さん俺あんまり知らなくて <laughs>、はい、ずっと松倉美穂子だと思って見てたんですよ ウレぴー。そしたらよく見たらあれこれ違う人なのかなと思って気づいて、もう単純に騙されてましたよ。そっくりですよね。ありがとうございます。そんな言ったらなんか世界のふうかちゃんファンにめっちゃなんか叩かれるかもしれない。有名なんですか北川風花より有名なんですか。北川風花さんと同じぐらい有名です。同じぐらい有名。北川さんと同じぐらい有名な風花ちゃん。忖度します。忖度をします。 あの今多く出てるから。あ、それでか。うん、そ,うでそうです。そうです。もうの顔の作りといい、顔の形、髪型とか、ほぼ。一緒です。ほぼ一緒。どうかな次回、次回出ればいいじゃ、<laughs> その、おおくにどう。おおくに。にいや、だれ。え、だませる、騙せる。騙せる。湯沢の人だけ気づく。湯沢の, <laughs> 湯沢のあ、あれ。見れ、美で、ねいがああれ、見穂子だべ、あれ。<laughs> 中川のミヤコだ、ミヤコで寺でがで。あらみたいな、お寺のみたいな。お寺の。そうなんかずっと結構ね、フヨカちゃんがこう出始めた時から、あのなんかまっつんに似てるんだよねってすごいこう言ってもらってて、最近もめちゃくちゃ言われるんですよ。似てるよもうそれ押しでいきましょう。秋田な。押し押しで行こうとしてると、もうもうもう。うん。 風化をと、うん、もう北側じゃないよ <laughs> 私よみたいな、いや北側さんじゃないから、<laughs> 小芝風化ちゃう、小芝ねごちゃだ <laughs> ごちゃだってきて、そう素晴らしいです<う>発信素晴らしいですよ、うん、SNS 活用、毎日ね頑張ろうと思って、うまい、まいうん、やっぱ自分がね注目してもらわないといけないから、うん、本当ですよ。 そうなんですよね、うん、でやっぱり5月にオープンするで自分がもう秋田の婚活の母として看板になるっていう目標を立ててるから、うん、もう自分をしまい込んでることはもうできないとうん、うん、でも,もしいいねこれでやってみてまあ違ったなって思うこともあるかもしれないあ引っ込んだ方がいいなって思うこともあるかもしれないけど、うん、でもそれはそれでやっぱりそうしないと気づけなかったことだから、うんうん、もうどん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 いきましょうと思っていいですねパワフルですね僕も んパワフルな方な方ですけどうん、うん、なそのいいですよ美代子さんのそのガーって進むっていうの、うん、多分それに応援それを応援してくれると多分いっぱいいるじゃないですか、うん、昨日のイベントがまさにそうだったんでそっかもうやりなさいと、うん、もう熱量高く、うん、やれもうクレイジーと言われてもいいからとうん、うん、やりなさいみたいなもう県がもう秋田県でものすごい金額。うんうん 出すぞ、みたいなことで、あの、サルタ副知事も来てて。お言ってましたよ。やりましょう。つって。じゃあ、秋田県チャンスですね。うん。もうクレイジーなんて褒め言葉だと思って。褒め言葉ですよね。褒め言葉ですよ。変わってるよねとか、変だよねって言われたら。あの、のう、十字路にね、あれでしょアパホテルみたいな感じ。どうぞ。誰みたいな。いいな。それぐらいやった方が秋田の人。 で秋田って目立ちますよね中途半端にやってると足引っ張られるけどもしあそこに看板妙子松倉の看板が出たらもう勝ちですよ、うん、勝ち？もう <laughs> <分> <laughs> 何に勝つかわかんたぶん多分,多分あの全国の新聞社とかが取材に行きますよ <laughs> で課題先進権じゃないですか秋田って、ね、問題ばかりででその中の一つが婚姻率の低下少 だって数年後県立大の高田先生が言ってたんですけど、うんえー、10代20歳未満が5万人ぐらいになっちゃうんですってね、うん、このままいくと何もしないでやっ<う>行ったら大変じゃないですか。 消滅しますよね。そうなんです。<laughs> 本当に消滅するんじゃねえかと思って。そう、そう、そう。だから、もう湯沢市がなくなるとか、そういうことではなくて。て、うん、ではなくね。あ、秋田がね。秋田県がなくなっちゃう,うんですよ。だから、人がいなくなるイコール、どうなるかっていうことじゃないですか。うん、ね、今、成り立ってるビジネスが成り立たなくなるし。もう、あれでしょ ヨボヨボの人だけになるって言われてるまあみんな健康な人はいですよそうですよ老老会議会議ですよ老働会議だーまだまだ朝とかねそこら辺で繰り広げられてるせんべいせんべい美味しいよなーしなぷけだせんべいがうちなんまあとかってねみんないればでねみたいなね天気いいなやー天気いいなやつっていや地獄ですね いやこれも幸せな光景ではあるけど経済は誰が経済を誰がますんです誰が支えるのっていうことにずっとせんべい食べてたらね、経済回りませんよそうあ歯医者さんとかもねあの患者さんいなくなったらどんどん他県進出して通えなくてみんな歯なくなっちゃうかもしれないしせんべい食べられなくなっちゃうかもしれないあれこれは松倉さんこれチャンスだな これや,やりましょうねまた秋田県庁行きましょうね。うん 行きましょうねしつこく行きましょうね、もうねしつこくね、うん、また来たーみたいな、しつこく行きましょう、あの <laughs> あの議会中に、どうせまだ決まってないんでしょとか言って、<laughs> うちらに任せなよっ,つってそうやっぱね、ここめっちゃ大事だから、う,ん、うーん、で、やっぱ何事も楽しくやろう、だから婚活も楽しくやろう、それを私は今、やっぱり実現しようとしてて、婚活を楽しく。 もうオープンもうオープンしたもう過去形で話すもうオープン高額でオープンした。私は作った。作ったはどんなことをするんでしたっけ？そこはもう婚活カフェまあカフェをカバまあちょっとネーミングはちょっとまだ考えてるんですけど会員制のまあサブスク婚活ができるところなんですね。おサブコンサブスク婚活。月々三千三百円で。はあそっちかあなた今月の人ねとか。 あ,あ,あなたは来月ね <laughs> はい今日までで終わりはいあなた次って言ってあすげえそれもう八股としてた身分としてはもうすごい便利だな <laughs> <laughs> ダメ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 ,ダメ,ダメそうじゃないですね <laughs> そう,そう正しい情報は正しく実はじゃあサブスクー月額制でいくらいくら3 3千三3 3安安。そうなんですよ3 3 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 3う。3 3<ぁ> まあ要は、えー、とーマッチングアプリとか相席居酒屋は、うんまあ、いろんな人混ざっちゃうじゃないですか既婚者も座れちゃうとかね、うんうん、登録できちゃうっていうのがあるんだけれども、はい、私のところは、うん、独身証明書をもらって、うん、まあやっぱり婚活したいっていう人しか、うん、まあ登録しないわけですよね。そこは、まあ、結婚相談所と一緒、うん、で 結婚相談所はめっちゃゃハードルも高いじゃないじなですか、うん、どうなんだろうってやっぱり思うところもすごいいいシステムだけど、うん、でやっぱその中間層がなかったから中間の層なんですよね私が作ろうとしてるっていうか、まあ、みんなと仲間と作ったのはそういう中間層の婚活なんですよ楽しく見えた見えちゃった成功見えたそうだ、うん、あ本当だそうなるよねうん ハードル高いですもんね、うん、ハードル高いからえだってメリットしかないそのな相談所相談所じゃなくて何でしたっけあの秋田県のそういう登録するシステムああの婚活支援センターあそうだそうだそれねそれはやっぱり一とにハードルが高いっていうことだろうな、うん、そこにはいけない人、まあ がそれそのカフェだったら気軽に参加できる。しかもサブスクで行ってみようかな。紹介制だから信頼度も高いし、一回行ったら楽しいし。ま紹介制、うん。紹介制じゃない？会員制ね。うん。あ、ま人でうん。プラットも行けるんですか？プラットも来て大丈夫。体験ができるって。そう成功しますねこれ。これ成功しますよ。 まあ、本当楽しい空間を私のお店で作って要は悩みを相談してもらってもいいしそこで仲間、うん、お友達になってもいいわけじゃないですか。本当にそういう,こう気軽に、まあ、やっぱり婚活をこう前向きに元気に楽しくこれを作っていこうと思ってるから、うん、でそこで会員限定のねあのイベントも。 うん、打っていくしセミナーも打っていくし例えば、はい、マッティさんは今度ほら小賀でや,やるあの直後にもう15分後にもう,じゅもう5分後ぐらいかな松倉さんが素敵な資料を送ってくれて、えー、その翌日ですね打ち合わせ。 うん、あの資料のことをまんま喋ったら素晴らしいですね <laughs> それっよかったですねあれよかったぞ具体的にね、えーうん、異性と喋る時のポイントとか、うん、僕特に感動したのが NG 集が書いてあったんですよ、うん、これはダメ自分の話ばっかりするがダメとかうん、うんうん、いっぱい書いてあったの、うんうん おなら下ネタとかそういうのダメですよとか自己紹介ちゃんと用意しておきましょうねとか目立つんじゃなくて清潔感なんだよとかそういうのを書いてくれてたんでそうなんすごくその資料を使って私のお店でもマキログさんの「男性向け婚活セミナー」とかやりたいよなそうだ企画のプロが揃ってるな。 そして今、私たちがほらあのイベントやりたいよねっていろんなところでって言ってたのも可能になるわけですよね、会員んだから。そして私だけじゃなくてこの秋田にこのフランチャイズで広げていくんですよ、このスキルを。で、すね飲食店さんとかにフランチャイズしてもらいたいんですね、うん。 うん、で要はその飲食店のスキルそれから婚活支援のスキルそして、うんえっと、イベントをやるスキルイベント、うん、だからこれをもうお教えしちゃうわけですよ、うん、で会員情報を共有して、はい、で皆さんがイベントしてくれればいいんですね好きなように、うん、会員情報はみんなで共有しているから、うん、これがもう全国に、ね、あの広がればいいと思って全国に広げるんですよね今から。見えたわ。 うん。おお,お見えビジョン見えた。見えちゃった、そうよかった。これはもうすでに他の県でやってるところがあるんでしたっけ？やってます。ていてですよ。でうまくいってるでしょ？きっと。ね今ね4月3日始めたばっかなんだ。ああじゃあこれからだな。一気に広がるだろうただら今もすでに4店舗あるんでね。<こ>私を入れて。 どこでんですか？主に京都、京都が本部なんですよ。うん。うん。京都が本部、そして大阪と秋田が事業所。うん。事業、まあ事業所ですね。面白いですね。大阪は分かるけど、なんで飛んで秋田で？そうそうなんで松倉がいるからやね。ありがとう場所関係ないね。人やね、人。そうなんです。すごいね。 であと葛葉ってああの大阪にある葛葉っていうところの焼き鳥屋さんがフランチャイズしてくれて、うんうん、でそこで,で今もう私が5月オープンして秋田東北にもピャッと広めていきたいわけですよね。うん、これ見えるなこれ大事なのはあれですねこれ絶対に成功しますよっていうのをまず、えー、感度の高い人にまず理解してもらうことその皮切りとしてはメディアがいいと思います。うん うん、で多分ねラジ,ラジオは当然使えるし、うんえー、ちょっと説明に時間がかかるのかなだから紙面かな、うんうん、秋田経済新聞とかね秋系とかね、えー、その辺りに、ね、CM も作ろうと思っててあいいですね<習>どんな感じで,で、ね、説明する感じの CM ですか あの、まあ、こういうね、あのー、婚活、うん、楽しい婚活ができる場所が、あきちにできたよっていう。うん、で、まあ、簡単な、まあ、登録方法とか、うん、あとは、なんか、そういう、そこで、何を得られるかっていうのは、集約しまして。うん、で、私が、うんもう、の写真も出そうと思ってるんですけど。うん、あ,あのー、ふ、風化で、小芝風化でね。<laughs> いやバ、バズるよ、バズるよ、マジで。<laughs> もう、全国の小芝風化ちゃんファンに。いいそう、袋叩き。いい いぐ狙い通りじゃないですか狙い通り狙い通り目立てや手法なんかねどうでも目立っちゃい勝てば勘軍ですから目立ったら勝ちテレビテレビの cm にてようでようかなって思っていてテレビとあとはショート動画かなぁ多分若い人たちも何を見るんだろうインスタリールとかそういうの さらにさらに力を込めてやっていけばうん、圧倒的スピードで広まりますね半年ぐらいで多分うんでもフランチャイズさんもね増やしてもうほんと全国でもう楽しい婚活ここに行ったらっていうところを作ろうとでもほんと私も特別な空間を作っていこうと思ってるのであそこですよねあそこですもうスナックやんと思ったあのラグジュアリーソファー赤いラグジュアリーソファーはキープキープいや。 皆さんあのソファーだけでも見る価値あるある何の店だとワインバーとか妙な居心地の良さありませんあのソファーああっすかあってね最初ねいやこれ嫌だなって思ったんですよなんかタバコの焦げやけとかもあるし何かちょっと嫌だなって思ってたんですけどでも結局あれをメインで他を全部買えるんです あれメインあれがメインあれがもううちのメイン赤いよワインレッドのね赤いのコーナーねレッドあの私が載せてたフェイスブックに載せてたもうアンアキタやりますよっていうねお店のお名前がアンアキタなんですけどアンアキタまさにあのアンカラーなんですよあの椅子がはあそれでアンアンなんだアンアキタまあアングループなので京都もアン京都アン大阪アンクズハアンアキタ はああだいぶ俺もう見えちゃったんで先走ってますけど、はい、ちょっとこう視聴者向けに置いてかないように、はいえー、話すとするとじゃあイベントもいっぱいやっていくとで、うん、入会するとそれなんか食事もできるんですか そうですねまあ軽食っていうか私がね作れるものだけど <laughs> 小料理屋やないかもう,う松倉美穂子の小料理、ね、オープンの時なんどんな格好をしようかなとっやっぱりあの女将の女将さんの、ね、うんでちょっとこう、うん、ほらおでん盛りみたいなあるじゃないおばんざい屋さんみたいなやつって。<laughs> 英楽とかにもあるような何屋ですかっていうのが。<laughs> もう本当でもねあのお店自体はとっても私の好きな空間でしたんだけれどももうちくわとか焼いて出す出すぐらいのねだからカウンターでみかん食べれるみたいな。 家みたいな感じっすねた,ただいまってくるような感じそう,そうなんですよでもみかん食べながらみたいなね、うん、常連さんが「あいいね来るね」うん、であの私のあの可愛いストーブでもうスルメとか焼いちゃって反射式の家じゃねえか秋田 <laughs> の雪国の家だよスルメ役ってそう <laughs> でもやっぱそこでもあ,、ね、あなんか元気になったなと。 ここに来たら元気になったし、ね、婚活の悩みを話してもらってもいいし、そして。やっぱりそこに来てくれる、まあ、独身の会員様だから。うん。うん、既婚者の方に来ていただいてもいいんですよ。私の知らない人だったら、独身を連れてきてもらったら、入れることにしたんです。ああ、いいですね。それは。で、私の知ってる方だったら、もう、例えば、まきロくさんとかが来てくれたら。既婚者バッジをつけてもらって、お知り合いも全然来てもらって。 うんそうそうでもう既婚者バッジつけてすごいいいな,あだからなかつまりこういうことですよ、うん、あの1対1の関係こ線って点々があってその間の線って1本しか引けないですよねうんそれが3人になったら3本引きますよね4本になったら6本引けると、うん、5本になったらあとまあ NCM みたくなるんですけど、うん、どんどん組み合わせが要は膨らんでいくとで20人になったらものすごい。 ものすすごく線が増えるんですよ、うん、自分はこの人と例えば、えー、独身同士で既婚者も入れるとちょっとややこしくなるんで後で説明しますが、うん、まずは独身だけのないでも僕が個人的に仲いい同性の男友達の、うん、昨日来てて意気投合したあの人とだったら多分この人趣味合うんじゃないかなとかって言って間接的に紹介するような感じ。うんうんうん にすると、自分がその人と会わないとしてもだいろんなつながりで会うわけでそこでベストマッチングが生まれるみたいな組み合わせがいっぱいできるわけじゃない。でそこに既婚者が入っていくことによってあこれね今回会員に誘おうと思ってるまず X さんっていう人が多分あなたなら会うと思うんで今度紹介します連れてきますよいついつと買って言って連れてきた人とマッチングできたら最高ですよん 可能性に満ち溢れていると思いました。はい、そうだから、もうほんととっかかりもスタートがここでもいいぐらいなんですけど。うん、で要はもう。もっと早く合理的に確実に結婚したい。うん、それはもう結婚相談所うん、うん、で。でも結婚相談所ってどういうところかもわかんないから、まあ、そこに来てあ。なんかこういう人がサポートするんだな。とか、うん、あ、こういうシステムなんだな。あっちは結婚相談所やってみようかな。でもいいし、うん、うん、ま本当にまあ、とにかくやってみてっていう。 うんあ,あとショートトカットもできるね、うんえー、もしこう付き合ったらこうなってこういう失敗をして大体いい最初のデートであの店選び失敗してみたいな話を多分その婚活ファカフェで話題になると思うんですよこれがトークの中でできるかその講義みたいな感じになるか分かんないけどそういう話来た時「あそうかそうかじゃあ同じ鉄は踏まないようにしよう」っつってププラランがブッッシュアップされた状態でででスタートできるじゃないですかいいですよね。 だからまあ結婚相談所みたいに私のそのラインサポートとかね、うん、お電話のサポートとかそういうところはないけれども、うん、まあより自然な出会いで,で自分たちで愛を育んでいただきっていうところ、うんうん、やっぱそれもすごく大事じゃないですか大事、うん、うわぁ例えばフランチャイズがどんどん増えていきます、はい、増えてってで、えー、つまりですねこの仕組みっていうのはその会員 会員制だから、ま、うん、会員の人たちの情報をこう。皆さんシェアできると、うんうん、そのお店側にとってはね。で、会員にとっては,は、ね、そこに加盟しているお店に気軽に行けて、うん、しかも前。前美代子さんの店で会った。相手と例えば湯沢のその加盟店のお店で再会できたりも。うんうんうん 確率的にはあるわけですよね。うん、あるわけです。めっちゃいいですね。それ。そうそう。あとはもうほら、例えば出張で大阪行きましたとか、ね。それもできるのか。とかうん、で、あ、京都、今日こういうイベントやってるんだとか、行けるじゃんとか。覗いてみようかなとか<ー>いって言うと、お店行って。いろんなお店に足を運ぶきっかけにもなるよね。うん、そうなんですよ。さ、さ、これ当たりますね。これね。これ、これ当たりますよ。この企画。<laughs> ありがとうございます。<laughs> これ。 資金はどうなってんですか資金うんなんかなんだろう投資家とかいるんですかいや、投資家はいないけど潤沢な資金を用意いたしましたあの手この手でまあ補助金とかを取ったからそうなんですよこれもっと取れるんじゃないですかもっとな今からさらにさらにままずまずスタートの試験場用意したというところでさらにさらにこう拡大化するときにね取れるかもしれないこれはねうん 多分行ってくる人が多いな多分な。もらったんですよ。投資させてくださいつって。補助金、あ、そう投資してもらったらね、もっともっとあの大きいお店とかね、うちはちっちゃいから。うん。そうだな。めっちゃいいシステムこれは。メディアだな、メディアだな。それこそフランチャイズで取れるんですよ。フランチャイズで加盟してくれた方々は、多分あの申請したら補助金、新しいことに挑戦だから。あ。 いいねね仕組みでできますす、ねうん、そうなんですよだから今まさに飲食店やってる方じゃあもうこのアン,、うん、アンシステムも導入しましょうと、うん、いうことであれば補助金とか取れると思うからもうそういうことをね、うん、いろんなことを使ってどんどんやっぱり広めていきたいので。うん そうそうそうでもうほ本当ほらイベントじゃあ秋田でね今日こんなイベント、はい、1か月後にこういう婚活イベントやりますよじゃあ行ってみようかなとかっていう情報も得られやすくなるし、うん、でわ私のとこの会員様であればお店に来てもらったら会員サービスをね例えばあの、まあ、1日だけカフェやるんですよ金曜日だけカフェやるんですけどその時は、うん、例えばドリンクが無料であったりとか、うん、で夜はもうチャージがかからないとかねお席席料がかからないとか。うん うん、そういう会員様、独自の、うちの会員様でであれば、うちのそういうサービスを使って。要素三千三百円が負担にならないようにね。うん、それよりも、やっぱりこう通ってもらって。で、楽しく、元気になってもらえるような。うん。うん、いいね。ワクワクしてきたー。ーうわあまた山王に行く機会が増えて嬉しいなー。 三王に,に本社があって。山王に本社があって、大勢本社移したけど、また三道に, <laughs> 三能に。戻れる機会が。ねえ、月一とかで。うん、マテログさんがパパの日。やりたい。うん、やりたいな。本当、うんえっと、もう、本当マテログさんはみんなに元気をくれるから。あげちゃいますね。あげちゃいますよ。かわいそうだもん、出会いのない人たちが。<laughs> うん <ん>本当にあの医療関係とか介護とかさ、うん、学校の先生とかさこんなに出会うきっかけがないんだなと思ってねなやっぱみんな同じルーティンで生きてるじゃないですか朝起きて会社行ってうち、ん、働いて帰ってきて、はい、でなんなかご飯食べて寝るみたいな、うん、そこからアプリで出会い探そうなんて疲れてできないよね、はい、ないしやっぱり効率悪いんじゃないですかそうだよねそれだったらもう癒しの空間に帰りたいよね アンカフェにね、あし只今っつって、チクは、やっぱね元気が移るから、研究とかねマテログさんはね元気だから研究するじゃないですか。そして同時に出会えると、最高じゃないですか。最高なんですよ。もうこれをねもう絶対にあの、まあ今年、うん、今年はもうね秋田でねこ店舗ぐらいにしたいんですよ。いいね。あ、じゃ新聞記者。 あと美容師とか要はその広めるのうまい人たちいるじゃないですかそういう人を集める日を作った方がいいかも。これはあの演劇とかやるんですよ演劇とかゲネプロとかあの公開稽古っつってえ事前に本番の1ヶ月。 まあ理想を言えば2ヶ月前とかがいいんだけど今まさに「佐々木と後藤っていうイベントでね妻がねじの佐々木君と今一緒にやってるプロジェクトなんですけど、うんえー、要はフロントライナーって呼んでますが僕は、うん、最前線で情報を拡散してくれる人たち要しそういったメディア関係の人が主ですね他にもいくつかいますけど、うん、まあその大きく2つですよ。業者、うん、エレベーターでなんかアテンドする人とか要は人と話す機会が、うん 著しく多い人を呼んで招待して実際体感してもらうんですようんうんうん、うん、で、そうして記事に書いてもらうそうするとチケットの売り上げになるほど広がっていくっていうことですね,ねでそのカフェもそういう日作りません、うん、そうですね、めちゃくちゃいいですね,ねそしたら自分が体験したらもう書けるんですよ記事をなるほどなるほど平気とした記事をかけてそれを見た人が、うん、あじゃあじゃあ僕も私もっていうふうに広がっていくっていうフロントライナー周知作戦 演劇でもコンサートも何でもやっていくう、ね。うん、うん、もう本当体験していただいて、うんうん、でもこんなねあの私で、ね、ママじゃないんですよ。うん、園長なの。園長あのご縁の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 園長だから。データ。この園長がいるんだみたいな。少データ。<laughs> <laughs> この強烈な園長に会いに行こうかってとこでもうほんとどういうキャラ設定でいこうか、うん、どういうキャラにして私をお店立とうかなって思ってて、うん、円マークじゃないですかやっぱり頭にこ <laughs> こっちの円じゃない公園 <laughs> の縁でしたね公園の縁です、うん、そうなんですよだからもうほんとね楽しく秋葉の婚活が生まれ変わりますほんとですよねえうん出張しに来た人とかもそうそうそういいですよね

旅人が来たんですか旅人なんですって言って私たちの乾杯に入ってきた方がいましたよ昨日ね、うちあの青年会議所はい、あの卒業式だったんではい、どうもお疲れ様でしたお疲れさでしたはい、そうなんですよそれで、あの乾杯したらおや、俺旅人なんでかマイク持って自己紹介して入ってきた方がいたんですけどそれはバックパッカーみたいなことですか結構ね、年配の方だったけど うんまあ旅してるバックパッカーみたいなのまあノマドワーカーなのかなかもしれないしねそういう人向けのそういう人が気軽に立ち寄れる場所でもあるっていうふうにするといいかもねうんうんまあ年齢制限はやっぱりちょっとあるけどうんうん40まあ会員様だったら49歳うん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 ケー、いいなあうん 楽しみだなねでもまあそういうこう例えばシニア向けとかね、うん、うん、そういう日があってもいいかなって思うけどあの罰ありとかねさあもう、まあ、そこはそう条件で今罰って言わないらしいですけどね丸って言って言っ,て言ってたけどうんそうあの離婚はパツじゃない罰じゃなかったらあ,あそっち派罰1とかいう言葉嫌い、うん 罰じゃない、なんかだってアメリカとかは離婚したんよって言ったら、うん、えおめでとうっていうらしい。<laughs> まあ本当に本当に。本当,に本当だとアメリカって離婚歴あると昇進できないとか聞いたけどもそれは昔の時代なのかな。<laughs> やっぱりなんか嫌だなとかモヤモヤとかってうよりだったらやっぱり、うん。 楽しくねやっぱりいろんな状況があるから <laughs> かおめでとうなんだ,だおめでとうってやっぱすごい辛い思いからの卒業みたいな感じで <laughs> あ<ー>、まあ、いろんなかね抵抗の形があるんだけれどもあれはねバズじゃないやっぱりリスタートいつでもできるから、うんうん、そっからだって得たものがあるやっぱり自分に必要なこと起こってるじゃないですか私はそう思ってて、うん、何事ももう自分に必要なことが起きてるから、うん、あ、うん どういう状況になっても今これは私にとって必要なことなんだって、うん、こっからなんか学びなさいってことなんだなって思ってるからそうかそうかそうそうだから嫌なこととか辛いことじゃないんですよね、うん、あこっこから学ぶことって思ってるから、うん、うんうんうんおおいいポジティブだそういう考えの人たちが集まる会があったらめっちゃ盛り上がりますよね、うん、ですよねああとはそのシングルマーザーとかシングルファーザーうん、うん、バァーザー これはこれはどうなるんですか。あ、先生オッケーオッケーオッケー。オッケー。です。独身だったらもうはいいいな。そ面白いですよね。シングルマザー・シングルファーザー同士。一気に家族増えるっていう。これ実際いるんすよ。そう僕も昔ね企画したときに、あのいいですか私でもっていうな条件聞いたらもうそういう人たちも結構いて。

うんうん、で婚活しててもやっぱりその条件で見ちゃったりとか、うん、あ多分こうだからできないこうだからだめだとか、うん、こうなるかもしれないとかそういうのはね私は思い込みはね思い込みって言ってるんですね思い込み捨てて今日そういうのいっぱい出ますね <laughs> 思い込み捨ててさすが講師だ違うな <laughs>、うん、<laughs> いや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 、うん、ねいいだからもう本当に思い込み思い込みは捨てましょう、うん、そしてあのまずは話してみる うん、分かんないから誰と自分が自分に合う人なんか本当いないから、うんうん、やっっぱりそそ奇跡なんですよねうんうん、そういう人と出会うのって、うんうん、だから別にいろんな形があるから家族の形も結婚するしないもそうですしね、うん、子供を持つ持たないもそうだけれどもいろんな形があるからやっぱりその自分のビジョンを明確にして。 でそうしたらあ自分ってこの先あこういう人生を望んでたんだなこういう人ととかっていうのが見えてくるから、うんうん、でもあとはそこに向かってそういう人と出会うためにはじゃあどうしようかなってじゃあアンアキタだったりとか、うんまあ、支援センターであったりとか結婚相談所それが、まあ、自分に合ってると思うのであればマッチングアプリとか相、うん、席居酒屋でもいいわけですよね。 うん、とにかく何かアクション起こさないとその日々のルーティンの中からじゃ絶対出会えないから求めてう、うん、これはもう爆上がりますね今年。爆上がり松倉美穂子有名人になるぞもう何度も言いますが僕ずっとメディアにいたからもうどうやったらスピーディーに広がるかっていうことしか考えてないな今。もう絶絶対対けけるるこれ 半年でいける、多分。半年でうんじゃあ1年かからないかかんないですねだって需要、需要あるもん需要しかないですよねいっぱいいるもん、求めてる人がうんこれだってとにかく楽しくやった方がいいこうかもしれない、あーかもしれない、思い込みは捨ててうん中間層っていう言葉でもバシッと来ましたはいそうだ、そこがすぽっかり空いてたってそこを埋めるサービスがなかったなと思ってうん ないっす。多いですよね。これね、まあ私が考えたわけじゃないんだけど、あの、その安京都の人ね、代表さんがまあこんなあるんだけどっていうことで、あの作られて、じゃもうめっちゃいいですねっていう話で私もで形にしていったっていうね。うん。秋田でこそ爆発的に流行ると思います。もう。なぜかというと。 あのもう勇気ないじゃないアプリとかも、うん、10代20代はちょっとやるのかなもう30代超えるとあんまりやりたがらないねアプリマッチングアプリとかあとハードル高いとか、ね、あとプライドも高いからそういうのに登録、うん、支援センター登録もやだうん、うん、大丈夫なのでも飲みに行くの好き、うん、で、えー、出会いがない、うん、そういうとこいいもう周りの人が行ってる着ないよと誘われる、うん、行っちゃう。うん そういうことになりますからどんどん増えていくと思う多分ねどんどん増えていくと思うだって県庁とか市役所とか近いからさその人たちも引っ張っていきましょうねそうですよねあなたたちがね支援課のなんとかあるでしょそういう少子対策課とかねそういう人たちに広めてくださいとそうだそうだ県庁だ県庁とか市役所にと参加してもらえばいいんだ 私その人のいいところを見つけるのがめちゃくちゃ得意なんですよねこんな風だからだめだとかなんか俺こうなんですよねとかね私こうなんですよねっていうところはもう本当私がそれ思い込みだよって取ってあげてでもじゃあいいんだ自分これでいいんだとうんそうだそういう気づきも本当みんなにねいいねお話ししたいんですよ。 なるほどね俺もう言いにくよいいですよ俺県庁の前で「はい本日オープンです」もう得意だからもうカラスでどんだけ喋ったと思ってんのなぜあの2人がトップ当選したかね僕があまり僕喋っちゃったらねトップ当選しちゃうんですよマジマジやりますよ県庁前で「本日オープンです」って「どんどん行きましょう」っつって「すぐそこすから」っつってどこだって 一分ぐらいですよね。県庁から。市役所、県庁、そうでな、二分。県庁二分。市役所から三十秒。三十秒。そうそうそう。やるやる。うん。明かしだったりするですよ。県庁。マジでやりますよ。マジであのサンドイッチマンやりますよ。サンドイッチマンありがとうございます。目立ってなんぼなんで。ね、じゃあ私もサンドイッチマンややりましょやりましょう。で、まあ十人ぐらい来ればいいじゃないですか。絶対取材されるからそういうことやってたら。なんなんだろう。あ、やろうやろう。 そういう恥ずかしさは僕一切ないんですよ。素晴らしい。すごい。素晴らしいじゃないですか。だってだって、選挙カーで僕ラップでやってた男ですよ。ええ、おお。で、たぶん、どうでしょう。まあ、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 まみま、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 つ、ま、みみま、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 つ、きらどよ、まままま、つ、きらどよ。あそうかって言って、怒られたんですけどね。怒られるでしょ。でも、残るでしょ。 残るね残りますよねそれもぐるぐるぐる大通り何周もするとええすごいでトップ当選ですからね書いちゃうじゃないですかもう頭に残るマテオクさん言ったからねここで今話したからもうオファーがすごいですよみんなさトップ当選したい人からオファーそれで困っちゃってんすよ今ね止まらない困っちゃうんすよもうちょっとメッセンジャー機能オフにしていいですかね僕ねすごいすごい僕だから大変なんすよいろんなそのね あんまり具体的には喋れないけど、いろんなこのつながりのこの人とか、このつながりのこの人とか。みんなと僕は仲良くしたいじゃないですか。でもそうもいかないじゃない。指折りってどういうこと。あの、この日はこの人、この日は。一番ダメ、一番ダメだよ。どっちつかって、それで、八股だ、選挙の八股だめ。そうか。選挙の八股だめ。

ねえ一人って言うと何千株バレちゃうからだ。そうだ。<laughs> ああなんだ。はい、<laughs> ね本当に。そうでございます。知り合いが多いのも困ったもんですね。はい、困ったもんですね <laughs>。はい。ということでございまして、はい、えじゃあ5月オープンということで皆さんこれをご覧の、えー、特にメディア関係の人メディア関係じゃない方々もまたこのね会員 候補者の人たちっていうかな。はい。一番会になりたいなっていう、うん、興味ある方、ぜひぜひ今後とも松倉美代子さんのフェイスブック、うん、それからインスタグラム等々で情報をキャッチしていってください。キャッチしていきましょう。はい、よろしくお願いします。はーい。ここで松倉さんありがとうございました。ありがとうございました。また来週。また来週ー。はーい。